はい、いよいよ出ましたね。ロジック10です。ここではですね、ロジック10の新機能をピックアップして紹介したいと思います。まず最初ですね、このようにロジックのプロジェクトを新規で立ち上げるとトラックを作ってくださいと出ますね。こちらいつもお決まりなんですけども、これが増えてることに気づくと思います。ドラマーというものが増えてます。これはドラム専用のエディターで後ほど紹介します。まずはいつも通りソフトウェア音源立ち上げてみましょう。作成を押します。そうするとこのような画面が出ますね。まずこちら左側はですね、ここからこのようにプリセットを管理することができますね。例えば今ですと LP が選ばれている。これをベースにしたいと。こんな感じで選んでいくと。そうするとトラックもこのベースの音になるといった感じで連動していますね。これに似た類のものが以前ですと右側にあったんですけども、こちらは左に移動になっています。で、こちらクリックするとこのように消したり出したりができます。で、インスペクター、これ一緒ですね。ちょっと注意していただきたいのが、以前はこうインストルメントのこうソフトウェア音源はですね、このあたりから選べていたんですけども、それが場所がちょっと変わっていて、この上になっています。ここからインストルメントを選んだりとか編集したりとかができるといった感じですね。長押ししてこのようにプラグインも選べます。こちらの左側はロジック付属の音源で、例えばそうですね、ネイティブインストルメントとかこう追加したソフトウェア音源は出てこないので、その場合はこちらから選んでいくことになりますね。この中の AU 音源。このメーカー順に並んでいますので、こちらを選択していくといった形になります。そしてここも大きく変わっています。今までこうトランスポート関連ですね、またミキサー画面を出したりとか、こうエディット画面を出したりとかっていうものが下にあったんですけども、今回はこのように上に配置されています。今までこう操作のショートカットボタンがあったんですけども、これに関しましてはここをクリックすることによって出すことができます。またこの部分をですね、右クリックすることによってカスタマイズですね。何を表示するのか、逆に何を表示させないのかを選ぶことができるといった形になります。もし使用しない場合は、このようにクリックしておくと画面を広く使うことができます。で、このループだったりとか選ぶ画面は基本的に一緒になるので、特に問題なく使用できるんじゃないかと思いますね。そしてですね、この見た目以外にちょっと録音が変わったんですね。上メニューこちら録音クリックしていただくと、こちら、デフォルトではこれから録音になっています。で、この場合ですね、このように録音していって、弾いたと。で、クリックしても録音が抜けないんですね。ただしこの録音のですね、オプションを、録音を切り替えるにやっておくと、パンチインパンチアウトみたいな、こう弾いて、で、録音し終わったらもう一回押すと抜けることができると。なので、僕的にはこちらが便利かと思いますね。そして、こう説明し忘れていたものがこちらですね。このようにつけてですね、録音すると前から再生されますね。ただしこれをつけなければ、はい。このように指定した箇所からすぐに録音が開始できるといった形ですね。これはもう用途に合わせて使い分けていけばいいかなと思います。そしてこうオーディオですね。オーディオトラックを作ったことによってこちらチューナーが使えるようになりますね。ギターベースをプレイされる方なんかはここからすぐにチューニングができるので非常に便利かと思いますね。次にですね、こちらが結構便利です。初回ですね、このようにセーブしようとするとですね、いつも通り名前と場所はいいんですけども、この下にですね、パッケージフォルダーとなっています。で、ここをですね、パッケージにすることによって、次回からですね、ちょっとデスクトップに保存してみましょうか。次回からここのようにプロジェクトができて、この中にですね、すべてオーディオファイルなんかも格納することができるようになってます。で、この上メニューファイルからプロジェクト設定ですね、この中に素材というものがありますので選択します。そうするとですね、このプロジェクトに含めるものですね、例えばですね、こう EXS、サンプラーで自らの素材を作った。これも、含めておきたい。こういうふうにやっておくと、すべて一つにパッケージできます。ムービーも行えますね。これは全部つけておくのもおすすめですね。このように設定することができます。次回はですね、先ほどお見せしたこちらですね、ドラマーというもの。これを使用することで、スタジオでですね、こうドラマーに指示を出すみたいな感じでですね、簡単にパターンなんかを組み替えることができるので、こちらを詳しく解説してみたいと思います。それではですね、今回第1回目こんな感じで終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。